深く潜るほど帰路にかかる身体的負担は重く激しくなる。深海1層軽いめまい、深海2層吐き気と頭痛末端のしびれ、深海4層全身に激痛流血、深海6層から人間性の喪失もしくは死に至る。お母さんが潜ったのが10年前。手紙にしては短いな。奈落のそこで待つ。